Say goodbye, Carolina Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はまたまたちょっとした検証をやっていこうと思います。私ね、よくカワセミ取るまでやめられませんなどの野鳥シリーズで、このねシグマの 100-400mm f5 f6.3 DG DN OS、 こちらのレンズね、よく使わせていただいております。その時セットでね、よく使うのがこちらになりますね。 TC2011 2倍のテレコンバーターになります。こちらはねセットで SIGMA FP などに使っていること多いんですけれども、よく巷で言われるのが2倍のテレコンはちょっと画質が落ちるのでおすすめしないといった意見が見受けられます。しかしながらね、私は持ってるのはねこちらの2倍のテレコンのみなので、検証してみたくなりました。私ねよく先ほども言ったように野鳥シリーズでこちらとね2倍のテレコン組み合わせて使ってますが、確かにねテレコン使わない時よりは画質劣化が見られるんですけれども、言うてそこまでひどいかというとそこまでではないような気がするんですよね。結構テレコン嫌いな方っていますよね。私はテレコンを使わない。最近のカメラは画素数が増えているのでトリミングすればいいじゃないかという方もいると思います。でもね本当にねこれテレコンバーターって意味ないんですかね。もしくは結構高いもんですからね、お金を払ってまで購入する価値がないものなのか、そちらの方も検証していこうと思います。実際ねトリミングするのとどっちがいいんですかね。そのあたりねちょっと気になりますよね。トリミングをした方がいいのか、はたまたテレコンバーターを使った方がいいのか、費用対効果はどうなのか、そのあたり調べていこうと思います。今回の検証ではこちらの 100-400mmF5F6.3DG DNOS のみを使ってね SIGMA FP に装着した場合、それからこちらの2倍のテレコンバーター TC2011 をセットでね使った場合、同じシチュエーションで全く同じ写真を撮った場合ね、どちらが綺麗に撮れるか実際に比較検証していこうと思います。これねガチでね検証しますので、全く同じシチュエーション、全く同じ場所、三脚を使って撮りましたので、ほぼほぼこれで結果が出ると思います。まあ、問題といたしましては F 値がねテレコンバーターを使った場合は暗くなるということと、あとそれに伴ってオートフォーカスの効きが悪くなるといったデメリットはありますが、実際問題画質だけを比べた場合どれぐらいね差が出るのかしっかり検証していこうと思います。ではとりあえず撮ってきた写真見てみましょう。どうぞ。はい、それでは早速検証していこうと思います。この写真は SIGMA FP に 100-400mmF5F6.3DG DL のみをつけて撮影した画像になります。もちろん 400mm で撮影しております。ではこの写真に2倍のテレコン TC2011 を装着して撮影した写真を重ねてみましょう。ドン。はい、こんな感じですね。それでは中心部分をフル HD でピクセル等倍にしてみましょう。どうぞ。はい、左側が TC2011 を装着し 800mm で撮影した画像、右側がテレコンなしで 400mm で撮影した画像になります。先ほどフル HD でピクセル等倍と言いましたが、ピクセル等倍になっているのは 400mm で写したテレコンを使っていない方ですね。テレコンを使った左側の写真はテレコンなしの右側の写真に合わせて縮小しております。皆さんどうでしょうか。 YouTube の画像でわかるのか、どうなんですかね。明らかにテレコンを使った左側の画像のが鮮明に写っております。まあね、これ縮小されているのでという可能性もありますが、それでもね全く同じサイズに変更してこの差がありますので、まあこれはテレコンを使った方が綺麗に撮れるという立証になるんじゃないでしょうか。一度全画面テレコンなしの画面に変えます。ドン。はい、こんな感じですね。ここから左側だけテレコンありの画面に変えます。ドン。はい、分かっていただけますかね。結構違いがわかると思います。まあ、これだけではね検証とは言えませんので、お次はテレコンなしの画像をテレコンありの画像まで拡大した画像を見せようと思います。
はい、もうめんどくさいのでピクセル等倍です。左側がテレコンを使ったピクセル等倍、右側がテレコンなしでピクセル等倍からさらに2倍っていうんですかね、テレコンありのピクセル等倍まで拡大した画像になります。まあこれは明らかに分かりますね。左側のが確実に優秀でございます。まあ実際問題ね、テレコンを使うっていうことは拡大したいという場面が多いと思いますので、このようにねテレコンなしの画像を拡大する方が実際の使い方に即しているのかもしれませんので、この差は大きいですね。では違う画像でも引き続き検証していこうと思います。はい、先ほどのね河原は約被写体まで10メートルほど離れてましたので、もう少し近いもの約5メートルぐらい離れた壁をね写してみました。今映し出されているのはテレコンなしの画像になります。ここにテレコンを使った画像を組み込みます。ドン。はい、ここのね点滅しているところがテレコンを使った画像になります。先ほどの瓦屋根の写真、実はね F13 に揃えてたんですけれども、ここでは F 値の上げすぎのね画像劣化もひょっとかしてあるのかなということで、テレコンなしの方は F8 で撮影しております。テレコンありの方は最大でもね F13 でしか撮れませんので F13 のままです。これでねテレコンなしがかなりね有利な状況だと思うんですが、この状況で一体どれぐらい差があるのか、ではピクセル等倍で見てみましょう。はい、上がテレコンなし、下がテレコンありです。今点滅してるところですね、点滅したところがテレコンありの部分になります。こんな感じにしてみるとね馴染んでしまって同じような画質になりますが、実際見てみるとかなりテレコンありのがね綺麗に撮れているのがわかります。ただこの写真はねテレコンありの方を縮小してテレコンなしに合わせているので、どうしてもねあまり差が生まれにくいというのはありますね。しかしながら実践で使う場合は、先ほどもお話しさせていただきましたが、わざわざテレコンを使ったものを縮小するなんてことありえないので、本来ならねテレコンを使ったものにテレコンなしのものを拡大する必要があります。まあ実際ね大きく写したいわけですからね、そのような使い方になると思います。ということで今度はテレコンありの画像にテレコンなしの画像を拡大してね重ねてみようと思います。はい、まずこの画像はテレコンを使った画像ですね。こちらにテレコンなしの画像を重ねてみようと思います。上半分がテレコンなしの画像になります。どうぞ。はい、上がテレコンなしの画像を2倍までね拡大した写真になります。下はテレコンありのピクセル等倍ですね。ここまで来ればだいぶわかるんじゃないでしょうか。やはりテレコンを使った画像のが鮮明に写っていると思います。ということでね、やはりテレコンを使う意味ってのはねありますよね。まあなかったら困るんですけどね。こんな感じの検証結果となりました。私的にはせっかく高いお金を出して購入したテレコン、使わずトリミングした方が綺麗だったなんていう結論になったらどうしようかと思ってましたが、ほっと一安心したところでございます。はい、皆さんどうだったでしょうか。私の結論としては、やはりオートフォーカスや F 値が許せるならテレコンバーターを使った方がいいんじゃないかなという結論になりました。皆さんテレコンバーターで使ってますかね。またねテレコンというと 1.4 倍のテレコンもありますが、今度ねあっちだったらどうなるのかなというね興味もねちょっと湧いてきました。まあね高いものなんで、そうそうおいそれとこの2倍のまたね1個下の 1.4 倍までね購入するっていうのはなかなか難しいんですが、ちょっと興味持ちますよね。 1.4 倍、2倍よりさらに画質劣化が少なくある程度ね拡大できるっていうのはね、どうなんですかね。やはり皆さんはね購入するのは 1.4 倍ですか、あるいは2倍ですか、皆さんねコメント欄に教えてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。また今回の検証動画、私以外のご意見も聞きたいので、どんな感想を持ったのかコメント欄に書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。このチャンネルでね、こういった検証や比較、あるいはね、いろいろなシリーズやってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄にコメント書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいですし、Twitter、Instagram もやってますので、フォローしてくれると嬉しいです。
じゃあねー。